エヒト氏は、日本のシンガーソングライター。身長151センチメートル。以前の所属事務所は、ピーナッツプロモーション。現在はフリー。幼稚園の時に母親に志願し、子役として芸能活動を開始。NHK の劇団に所属して、いくつものドラマに出演している。幼少期から子役として活動していたが、2009年より、ポップロックをテーマに、 本格的に音楽活動を開始する。その一方で、バックダンサー、番組パーソナリティ、タレント等、マルチに活動を展開している。ジャズやタップ、ヒップホップなどのダンス歴も長く、バックダンサーとして NHK 紅白歌合戦への出演経験もある。絵にンの愛称があり、それに違んで、ファンの故障は絵にンズとしている。2009年12月、 ファーストアルバム、ベビーブルーリリース。2010年11月、ファーストシングル、影リリース。2011年3月、東日本大震災チャリティ CD として、ラピス、アコースティックバージョンを限定リリース。同年8月、セカンドアルバム、グラッドブルーをリリース。2012年3月、新宿ワイルドサイド東京にて、初のスリーマンライブを開催。同日、 初の全国流通版となるセカンドシングルキーをリリース。同年9月舞台作品ロックンロールエアポートに出演。同年11月新宿ヘッドパワーにて初のワンマンライブを開催。同ライブにて動員100人を達成。2013年2月からはソロだけでなくスイートパピーというバンドを結成。同バンドのボーカルとしての活動も開始。 同年3月、スイートパピーとラベジャンキャッツでツーマンライブを開催。同年8月、六本木毛布東京にて2度目のワンマンライブを開催。2014年3月より、トルテショコラというバンドを新たに結成。同年4月、初代ドアーズにて、トルテショコラの初ライブを観光。以降、同バンドのボーカルとソロ活動を並行して活動。同年10月、 トルテショコラのファーストシングル、ピクチャーリリース。2015年には、アコースティックプロジェクトユニット、エイリトルマミーダルハウスを指導。同年1月、初代ドアーズにて、トルテショコラとしては、初となる、ワンマンライブを開催。同年7月、トルテショコラ初の両 A 面となる、セカンドシングル、ミラー、パズルをリリース。 オリコン週間チャートにて193位を獲得。2016年4月、トルテショコラ無期限活動休止。それに伴い、ソロ活動に専任することとなる。同年5月、表参道グラウンドにて、ソロとして3度目となる、ワンマンライブを開催。また、ドランクドラゴンが番組 MC を務める東京 MX のバラエティ番組、 ゴデンギネ TV にゲスト出演している。上述のゴデンギネ TV の関連番組で、タイムマシーン3号が番組 MC を務める生配信番組、ゴデンギネジュニアにもゲストとして出演している。カラオケパセラ、月刊新風多坊2016年8月号にインタビュー掲載。2018年2月、ミニアルバムリスタートリリース。同年5月、 初代ドアーズにて4度目のワンマンライブを開催。同年9月、ライブ配信アプリ、LINE ラ,ライブによる、ビレッジヴァンガード、渋谷本店広告モデルオーディションにて1位を獲得。2019年1月、サードシングル、スノードロップリリース。同年4月、初代ドアーズにて5度目のワンマンライブを開催。同年11月、過去音源集となるアルバム、 エニピカップコレクションボリューム1をリリース。2020年1月、ライブ配信アプリ、LINE ライブが開催のオリジナル楽曲 &PV 制作権獲得イベントにて女性部門グランプリ獲得。それに伴い、AKB48 や、同年10月、ユニセックスファッションブランド、ハウのモデルを担当。同年11月、ホースシングル、イチゴサイダーリリース。えひとし頑張れ。 インディーズ、スポニチスパニッキーアネックス芸能アニソン歌手、ナナヤが初の生誕ライブ。赤し昨夜、みミッチュのリンゴ、プリス、ムーブ、ジュリック、エジン出演ガジェット通信、ビレッジヴァンガード公式サイト、渋谷本店広告モデル爆弾。エジン、インストアイベント開催決定。メルリドーから歌って踊れるシンガーソングライター、エジンのソロ4作目となるシングル CD が、 リリースエジン12.14主催ライブを PR ずーっと見守っていて、スポニチスパニッキーやネックス芸能。ありがとうございます。